こんにちは、コウジです。職場に中古のスフェロスっていうリールが入ってきたんですが、スフェロスの SW ね、 3000XG SW っていうのはジギングとかに使うモデルなんだけど、それで3000番っていうことは、まあスーパーライトジギングとかだね、うん、ただちょっと回してみたらね、まったり重たい感じ、こんな感じで、このまったりした、まあ滑らかではあるんだけどちょっと重たい感じが、どういった理由でこんな重たいのかを中開いて見てみたいと思います。で、ハンドルはねじ込み式ね、ねじ込み式ハンドルで、ベアリングなのかな、ちょっとグリスがたっぷり入ってるね。多分これグリスがたっぷり入ってまったりした感じかなと思います。こっちがベアリングで、こっちはベアリングじゃないね。で、このメッキが少し錆びてるね、うん、でこのキャップにはパッキンが入っていて、でベアリングのところまで水が入らないようにはできてます。さすが SW っていう作りだね。で、調べてみたらこちら19年モデル、定価がメーカー希望小売価格が 16,500 円、アルテグラと同じぐらいの位置づけの中堅もしくは初心者向けの、入門向けのリールということになりますね。実売だと1万円前後で売ってるタイプになると思います。ではちょっと簡単に中見ていこうと思います。スプールは受けにベアリングがないタイプね。で、スプール内にもベアリングがないタイプです。で、座がね、こういうところがやっぱり防水がしっかりしてる感じだね。うん。ねじ込みのネジなんで、ネジ穴を舐めないようにつけなきゃね。逆ネジだね。こういうところちゃんと防水のパッキンが入ってて、で、アルテグラと同じ位置づけらしいんだけど、こういうところもね、しっかりね、パッキンが入っててね、確かに SW っていう作りだね。あ、これ開けなくてもここでボディ開けれたんだね、これ一個一個ネジの長さが違うタイプかもしれないから、場所を覚えながら、これがケツの上、これがケツの下、一緒だね。で、ボディのネジ上と下、長さ一緒かな、下の方が長いね、こういうの覚えながら外していかないと。で、こんな感じです。この SW っていうのがね、あのボディが金属で剛性が高いっていうのが売りみたいですね。で、船の上で使うことを前提としてこういった防水がしっかりされているっていう感じです。剛性が高く防水がしっかりしている。で、開けてみるか。特にグリスがベッしっとりついてるって感じではないんだけど、このグリスが固めのグリスっぽいね。なので、これを柔らかいグリスに変えることによって少しは軽くなるかもしれないですね、で、あとこちら側はボールベアリング入っていますが、反対側はボールベアリングじゃないですね、これ、これはプラスチック樹脂製のカラーが入っているので、これをボールベアリングに交換することによって負荷がかかった時の巻き心地を少し変えることはできると思います。で、センターの軸、ここにベアリングが入っているっていうのはね、結構重要かもしれないです。廉価モデルではここがボールベアリングじゃないモデルも多いので、こことこの中にボールベアリングですね。ボールベアリングが 1,2,3 個って感じです、で、ここをボールベアリングに変えることによって本体を4ボールベアリングに変えることができる。で、分解図見たらラインローラーの中もボールベアリングじゃなかったので、これもボールベアリングに変えれるっていうことにはなると思いますね。ただ船で使う場合、このラインローラーのボールベアリングというのは錆びやすいので、ここあえて変えなくてもいいかもしれないですね。
錆びてこまめに交換することを考えたら樹脂のままでも特に問題はないかと思います。で、まあ、簡単にレビューみたいな感じですけれども、まあ、1箇所はボールベアリングに交換できますよという感じで、あと巻きが重たい感じはこのグリスがね、少し硬いグリスっぽいね、このねついてるグリスが少しやっぱり粘りのあるグリスなので、巻きがまったりした感じになってると思います。これをこういったね柔らかいグリスに変えることによって回転を軽くすることはできると思うんだけれども、船の上で使うことを考えたら海水が万が一侵入した時にこの硬いグリスのままの方が本体にはいいかもしれないですね。塩による錆とかを防ぎやすいということでは、こちらの方がいいと思います。であれだね、このクロスギア、オシュレートするギアね、これが上になってきてるんだね、最近の島の。昔はこの下にあったんだよ、うん、この上に持ってくることによって下側を少しコンパクトにしてる感じかな。で、重心を外側に持たせずに内側に持たすことによって振り抜きの軽さを求めてるのかね、うん、多分そんな感じだと思う。やっぱりまったりと重たいね。あとですね、このピニオンギアとこの軸ね、このギアがこんだけの幅がある、この幅の中にこの軸が収まっているので、この中に入っているグリスを柔らかいオイルとかに変えることによって回転を軽くすることはできると思います。ただここを柔らかいオイルにするとやはり塩水の侵入がしやすくなるっていう部分があるので、ここはこのまったりした回転を維持したまま塩水の侵入を防ぎ続けるか、回転の軽さを求めるかっていう部分で差が出てくると思います。とにかく回転を軽くしたい人は、ここをオイルにして中のグリスを柔らかいグリスにするって感じですかね。ただどうしてもこういう風にね、水の侵入を防ぐパッキンが触れる部分が多いので、そんなにね、くるくると軽い回転にするっていう感じのリールでもないみたいですね。で、ちょっと回転がまったりだな、重たいなと思ったんだけれども、このリールの使用状況や特性を考えたら、このまったりとした感じを受け入れて使うっていうのがベストのような気もします。ついでにちょっと重量も見ていきますね。約 256g、 256g というと、決して軽い部類ではないというよりも重たいリールですね。重たいリールで、巻きも重たいというかまったりした感じ。これは堅牢なボディ、金属製のボディに、中に水が入らないように各所にパッキンを仕込んであるっていう部分で、船でガンガン使ってもう水洗いして、ジャバジャバ水洗いして、それでもトラブルを防げるっていう作りにあえてしている感じがしますね。なので軽量で軽快に使うリールとはもう完全に住み分けされているっていう感じのリールになると思います。本当船の上でもうガンガン使うようなリールだね。で、そういったもう船で使うこと前提のリールでこの入門クラスがあるっていうのは素晴らしいですね。そんな感じで今回はシマノスフェロス3000というのが入ってみたので、中開いて、どんな感じかを見てみました。以上です。